わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。まずは先にこちらをご覧いただきたい。はい。こちらですね。そう。今回の動画は悪魔の箱のみ7赤分全部引けます。ってことは、35%の確率でオーブは200個出るわけです。ただ、今んところ30%まで来ましたが、1個も出てないわけよ。全部外れ。全部外れです。ただ、私はあえてこう言いたい。人の夢は終わらねえ。さあ、行きましょうか。じゃあまずね、サブアカから引いていこうと思います。全部引いたら 35% だからね。どっか一箇所は私は当たると信じてる。出なきゃちょっともう寂しくなっちゃうぜ。さあ行こうか、サブたち。まずは、サブです。あべ、一個しちゃった、一個しちゃった、一個しちゃった。ああ。一個押しちゃったよ。じゃあ行きましょう。一個ずつ。ペイッ。おう。おう。てか当たった時どんなになるん？頼むよ。マジで。いや、マジか。ラストサブアカ。はい。サブは結局全部外れました。すげえに恐ろしき。じゃあ、台湾版からいきます。マジか、出ない？これ出ないか、全部。いくよ !1%! 頼む！台湾版でいい！当たれ！ブヒ。やべ、つい今ブヒって言っちゃったよ。はい、ラスト。メインアカウント。いきましょう。弁天パワーマックスにして、はい、これで 35%。マジか、ゼロ！まあ、もちろんね。はい、もらうことで慎重選びましょう。あ、こんなこと書いてあったんだ。こんなこと書いてあったけど、ラスト！人の夢は終わらねえ！来い！皆さんどうだったでしょう？私は結局全てのアカウント引いて結局ね、一個もオーバー手に入りませんでした。無論ね、はい、ずーっと天使がいいことは分かってたんですけど、やっぱ動画にしてみたかったんだよね。で、一個ぐらい当たるかなと思ってたんよ。そうだよな、35% だもんな、別に。はい、ご視聴ありがとうございました。あー、やっちったー。バイバイ、ありがとう。